じゃあちょっと。ジャン君とポンちゃんが愛を育んでいます。これお昼はだいたいこんな感じなんですよね。ここのこの丸いベッドの中でね、二人で抱き合って寝てるんですけれども、よいしょ、ルーティーン決まってるのね。このすぐ脇にはこの遠赤外線のヒーターがあるんですが、ここの直接をちょっと避けて、ここで、お互いの体温でぬくもり合うというのがいいようです。いいね君たち。邪魔をしないようにしましょう。ジャン君、あれ今日はちょっと違うとこにいるな。この上に置いて。はい、ジャン君。あ、出て。はいはい。いいか。はい、ジャン君。あ、わかりました。これですね。はい、どうぞ。うん。はい。はいはいはい。また毛がちょっと抜けるね。うん。それを噛みながらブラシしろってことね。
い、ジャン君。ジャン君。はい。これからもう少し経ったらだね、今、あと1時間以上あるか。フォークソング同好会、出かけてきます。また、まあ、葵ママさんと2人でデュエットやりに行ってくるからね。はい。またちょっと、ちょっとの間だよ、留守番は。はい。はいはい、ねえ、ジャン君、そういえばポンちゃん向こう行っちゃったんだっけ。ポンちゃん、よいしょ、迎えに行かないと帰ってこないんだね、あの人はね。ポンちゃん、あ、ポンちゃん、こんなとこにいたの。ポンちゃん、ポンちゃん、持ち上げてみようか。はい。はい。はい。じゃあちょっと行く前に練習しなきゃ。向こうも練習なんだけどね、その前の練習っていうのやるね。悲しくて悲しくて見上げてごらん。他の人のところへ。僕、はい、ジャン君ただいま帰ってきました。はい、喉の調子は悪いです。なんとかね、歌にはなりましたけど、途中やっぱり音程やばい時とかね、声ができれない時がありました。筋力かな、なんかいろいろ考えるとこあります。はい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 。